にちは。爽やか愛の家最大時間生活介護生活支援員吉永です。これから爽やか愛の家最大時間生活介護の事例発表をさせていただきます。よろしくお願いいたします。タイトル、今が青春、社会との関わりを求めて。まず最大時間生活介護についてご紹介いたします。2018年に開所した最大時間は岡山県岡山市東区にあり、裸祭りで有名な観音院があります。施設の徒歩5分以内にはスーパーなどの商業施設や西大寺緑化公園があり、四季を感じ楽しむことができます。そんな恵まれた環境にある最大時間生活介護の利用者様は、支援学校を卒業した18歳から64歳までと幅広く、障害の種類も身体、知的、精神、難病と多岐にわたっています。生活介護では主に日中、食事、入浴、排泄などの生活支援や仕事やリサイクルを通じての社会参加を目的とした支援を行っております。さまざまな方が利用される最大時間の特徴は、一緒に楽しめるレクリエーションを企画したり、利用者様の働いてみたい思いに応え、内職の仕事をしています。それでは本題に入ります。まず、今回発表させていただく N 様についてです。55歳女性、障害種別は知的障害です。既往歴、原病歴はありません。2018年7月よりご利用されています。ご利用当初は目も合わせない、話もしない、何をご提案しても私はいいと小さく手を振り拒否し続けられてきました。そんな N 様が現在最大時間に毎日通えてとても嬉しいですと言われ、笑顔で過ごされるまでのステップをご紹介させていただきます。では N 様の利用のきっかけ、 N 様とご家族様の思いについて。お母様と2人で暮らしていた N 様ですが、お母様が入院されることとなり、しばらくは病室で生活を送られていました。しかし、ずっと病室で暮らしていくわけにもいかず、相談員にお話しされたそうです。安心して過ごせる場所が欲しい。社会とつながりを持って、グループホームで自立した生活を送ってほしい。N 様自身も以前母と出かけたように、好きなものを買いに出かけたいと思われていましたが、まずはお母様と離れて過ごす時間になれることと、入浴や静養などの身の回りのことが自分でできるようになってほしいと考えられ、病院から近い最大時間の利用が始まりました。利用当初の様子について、病室では日中ほとんど座って過ごされたそうです。軽い運動にと散歩に誘うも、私はいいと小さな声で拒否をされ、手を横に振ります。目も合わせようとはせず、目線も外されてしまいます。職員が N 様に興味のあるものを伺うも、何も好きじゃないと話もしたくない様子でした。レクリエーションの参加も消極的で、まだ終わらないのと輪の中に入られようとはされませんでした。こんな状況が日々続いている中、N 様にとって最大時間の役割とは何か、私たち支援員一人一人の役割って何だろうと話し合う日々が続きました。 N 様の思い、ご家族様の思いに応えたい、そんな私たち支援員の支援目標を決めました。人と関わることの楽しさや喜びを知る、仕事を通じての社会参加、障害を持っていても自立して自分らしく生きる、N 様へ新たな支援が始まりました。日々過ごしていく中で N 様の課題が見えてきました。課題1、コミュニケーションがほとんど取れないので話をしない。この課題の支援内容は3つです。まずステップ1として、最大時間を利用する生活を安心して過ごせるように、同性同年代の利用者様が来られる曜日に短時間で利用を始め、環境を整えることにしました。
そして来所されている間は他の利用者様と職員が和やかに会話する空間に身を置き、最大時間で過ごす時間になれるよう無理に会話に引き込むことはしませんでした。そうして少しずつ慣れてきた頃、改めて N 様の好きなものは何か伺うと、絵に興味があり、以前お母様と島根県にある足立美術館へ行かれた際、横山大観の紅葉を見たことがあると嬉しそうに少し誇らしげに教えてくださいました。続いて最大時間に通う生活にも慣れてこられたので、他の利用者様ともコミュニケーションをとってみようとステップ2としてグループワークを取り入れました。写真のように利用者様と職員を交え輪になり、意見を述べたり挙手をして賛成反対を伺うものです。このグループワークを使って話す日を設け、お題の書いたサイコロを用意しました。N 様が出した目は好きな映画でした。皆様の前でほとんど話さない N 様、沈黙が続きました。しばらくすると小さな声で、ジャッキー・チェンの酔拳と答えられ、その場にいた全員が、と意外性に驚き、N 様を知れた喜びで声を上げてしまいました。N 様がその時どんどん笑顔になられたのを思い出します。人を知り自分を知ってもらうことの喜びを感じられたのではないでしょうか。次に、私はいいと拒否されることの多い N 様、拒否する理由として経験が少なく自分にできるかわからない不安から自信を持てずにいたようでした。そこでステップ3として役割を持っていただくことにしました。内容は洗濯物をたたむ、食事前に机を拭く、掃除機がけなどで無理にお願いするのではなく、作業は職員も一緒に行いました。はじめはやはり拒否をされたり嫌そうな顔をされたりすることもありましたが、感謝の言葉と自信を持っていただけるよう、 N さんが一番綺麗にしてくれて本当に助かりますと、 N 様が必要だということを感じていただけるような声かけも行いました。以上のステップの支援結果として、安心して過ごせる環境となり、現在は最大時間を毎日長時間ご利用いただいており、自ら話しかけたり質問を投げかけたりと他の利用者様ともコミュニケーションを楽しむ姿が見られています。そして他者と話すことへの不安も少なくなり、グループホームへの入所もスムーズに行いました。さらに役割を持つことで自分が必要とされていることの喜びを知り、様々な経験をすることで自信がつき、今では N 様から手伝いましょうかと声をかけてくださいます。笑顔が増え楽しそうに過ごしていただけている日々の中、お買い物に行きたいと N 様からご要望がありましたが、来所されるまでご自身での外出や買い物をしておらず、お金の支払いもしたことがありませんでした。お金はどうやって使うのか、お金の種類も知らない、お金の価値もわからない様子でした。 N 様の新たな挑戦が始まりました。課題2、お金の使い方がわからない、お金の価値を知らないについて。この課題の支援内容は2つです。まずステップ1として、買い物の疑似体験をレクリエーションとして取り入れ、支払い方法やお金の種類について学ぶことにしました。N 様も買う側だけでなく売る側も体験していただき、お金について触れる機会を増やしました。徐々に買い物体験でお金の支払いをすることに不安がなくなってこられました。ステップ2では、お金の価値を知ってもらうため実際に仕事をして給料をもらい、そのお金で好きなものを購入することにしました。仕事を始めた頃の N 様はなかなかやる気も起きず、自信もなく仕事をしない日もありました。そこで欲しいもののリストアップを一緒に行いました。はじめは遠慮して一つしかリストアップされませんでしたが、一緒に話すうちにたくさんの欲しいものリストが出来上がりました。リスト化することで目標ができ、やる気が出て自分の仕事に自信を持って取り組む姿が見られるようになりました。給料日には写真のように前に出てきていただき、表彰するようにお渡ししています。以上のステップの支援結果として、
写真のようにセルフレジでタッチパネルを操作しながら N 様のペースで買い物が行えるようになりました。お金の計算にはまだ不安がありますが、拒否されることはなく日々学ばれています。自分で好きなものを選択し、自分のお金で購入することで達成感と自信につながり、お金の価値を知ることができました。それでは最後に、現在の N 様の様子、今後の課題について。ご利用当初からは想像できないほど毎日笑い声が聞こえ、自分からコミュニケーションを図り、自分の意思を言葉で伝えられるようになりました。時には間違った言葉遣いをしてしまうこともあるため、的確に相手に伝えられることが今後の課題です。さらに興味のあることへのチャレンジを支援し、コミュニケーションの一つに取り入れて、人生をさらに豊かに楽しく歩んでいってほしいと思っています。ご家族様にもお話をお伺いしました。最大時間に通い始め、身の回りのことが自分でできるようになって、何より本当に明るくなった。暗い病室で過ごしていた時を思い出すと、今はとても生き生きしています。利用しているグループホームにも通所があり、すぐ近くなのでそちらに通うか聞くと、私は絶対に最大時間がいいと言われたそうです。私たちは N 様の支援を通して、心と心が通じ合うことの大切さや温かさを改めて感じ、職員全員が N 様を思う気持ちを持たなければ、 N 様にとって安心できる場所、信頼できる人たちにはなれなかったと思います。最大時間生活介護の社会的役割とは、障害を持つ方が本人の夢や希望、考えや思いなどのニーズを最大限に引き出し、自分らしく生きるための意思決定を実現させるよう支援していくことではないでしょうか。そして私たち生活支援員は、食事、入浴、排泄などの生活支援を行い、生活の質を向上させることで自分の価値を見出し、自分は必要な存在である、自分の役割がここにあると思えるよう支援をさせていただくことが役割ではないでしょうか。このことを最大時間生活介護のモットーとし、N 様だけでなく利用者様やご家族様の思いに寄り添い、さまざまな体験や挑戦をしていただくことで、生きがいを感じていただけるようなサービスの提供、支援を行っていきます。以上、爽やか愛の家最大時間生活介護の事例発表を終わります。ありがとうございます。